どうも、東美希さです。今回はくるり編の前半ですね。5話ということで参加させていただいているの。で、資料館のスタッフで突然室さんの背後に現れるというね、初めてだったんですけども、すごく室さんのお芝居も好きで毎回作品も見たんですが、一緒にお芝居できて幸せでした。またくるりのね、なかなかくるりって知らないと思うんですけども、また自然とか、また町でお城とかいろいろ出てきますんで、そう、自然も楽しめますんで、ドラマぜひご覧ください。